で朝食会。視聴者からの疑問や悩み、そして暮らしの中のハテナを調査する HBC モンスケ調査隊です。今日のテーマはこちらです。冬になると高くなるはずの野菜が今安値になっています。その訳を調査しました。冬が始まります。寒い季節に恋しくなるのが、あったかい鍋です。野菜をもりもり食べて乗り切りたいこの冬、モンスケ調査隊にこんな投稿が。野菜の価格が例年よりかなり安いです。消費者としては嬉しいのですが、生産者は新型コロナの影響を受けていないのでしょうか。調査してもらえませんか。調査員はスーパーの野菜売り場へ。今日の価格は、あ、安くなってますね。キャベツが一玉168円になっています。なぜこんなに野菜が安いのか、調査開始です。モンスケ調査隊。野菜が安いとの投稿を受けて、札幌市内のスーパーを調査すると、大根が1本108円ということで非常にお買い得です。そして白菜も本来1玉400円するところが198円と非常に安くなっています。葉物野菜がかなり安くなっていて、ほうれん草は例年1袋180円のところ128円、小松菜は2袋で200円ほどのところ168円と、例年に比べて2割から5割ほど安くなっています。また人参が1袋に6本あるいは7本入って108円、かぼちゃも1玉78円の安さです。ここ数年高値が続いていた野菜がこれほど安くなっている理由は、一番はね、やっぱりあの今週僕が今年は一回も台風来てないから相当出来がいいというか、それに天気もねあんまり寒い日がないから生育もなんか順調だって聞いてますんで、たくさん取れてるので品物的にはね豊富に。そして新型コロナウイルスも価格に影響しています。料理屋さんが使う野菜だとかそういうのは売れてないって聞きますからね。まあね、家で焼肉してね、ジンギスカンとか鍋だとかそういうのはどん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 みんなで囲んでね、いっぱい食べてもらいたいのが現状ですよね。鮮度が落ちやすい葉物野菜は在庫をダブつかせないよう安くして早く売り切りたい事情があります。今日はね、煮込みラーメンだから野菜入れて、やろうと思ってます。はい、嬉しいです。ちょっと冷蔵庫に保存しながらすぐ食べれるようにしようかなと思って。消費者には嬉しい安値ですが、野菜農家は頭を悩ませています。こちらは植えたところ、はい、手間かかりますよね。あの植え付けと収穫は全部手ですからね。冬野菜として人気のユリ根は種作りから出荷まで6年をかけて大切に育てられます。恵庭の長部浩二さんの作るユリ根は上品な甘さと食感が評判で、毎年札幌市内の飲食店から引き合いがありますが、今年は様子が違うといいます。通常からいくとやっぱり 2,3 割は低いですね。外食の関係がやっぱり売り行きが伸びてこないのがやっぱりちょっと原因ですよね。やっぱりね、お客さん食べに行かないから、そんなにね、その料亭あたりでこう使ってくれないって。例年1キロ800円から900円で取引されていますが、長引く外食産業の不振で消費が伸びず、今は700円弱まで価格が下がっています。これ以上価格が下がるとユリ根の生産を続けるのは難しくなりますが、感染拡大が止まらない中、明るい兆しは見えていません。長部さんは価格の安い今こそ多くの人にユリ根を食べてもらいたいと願っています。
一般の人にもっと多くの人に買ってもらえば、やっぱり量も増えるというか、商品もね、伸びるからいいのかなという気はしてるけど。食べてほしいけど、やっぱりもうちょっとそれなりの値段ですし、まあ、そうですよね、出し返しのところ。